はい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 、始まった。こんにちは。こんにちは。1週間のご無沙汰でございます。早いもんだね。早いもんですね。早い早いね。もう早5月だよ。5月メイですね。そうです。メイデイメデメデっつって、もうこれメデ参加したことないよ。メデって何ですか？労働者の祭り。ああ、労働者ですね。うん、うん、そうですか。で聞いてます。はい、まあ、そんなとこやねお待ちくらい。いっちゃいます。そろそろいます。音入ってんのかな。いえいえ、もしもし、入ってますか？わかりません。誰もコメント入れてない、入れてくれないからね。音入ってますかって。音入ってますか。さあ、最初タイトルコールからいきますか。いきますか。健康ドカーン。今日はギャラリー一人もいませんね。どうしましょう。次の番組の人も来てませんけど、誰か連れてきてよ。うん、そのうちいらっしゃい。なんかね、そのうち来ると思いますよ。はい、ギャラリーも ね、交換もね、これ足でこうピーンってできるようになっちゃったんですね。あれプップだった。どうぞ、プップね。ラ ッ, はい、ラッパでも吹いてください。いいじゃん。はい、さあ、はい、今日のお話は何でしたっけ。今日のお話、今日あのなんかサブタイトルがついてましたけど、5月の旬は何ですかっつって。5月の旬、質問が入ってますよ、質問が。この旬、あの野菜の旬なの。聞こえますよって。よかったよかった、聞こえたんだって。5月の旬、野菜、うん、野菜。うちの畑に旬の野菜ないです。ないの？ない。なんでできてない？そうですか。はざかいきってね。はざかいきって言うんですか。うん、そういうらしいね、うん、はい、ピーピーピー。ほら、なんか昨日今日となんか寒くないですか。寒い。暑かったり寒かったり ね。5月に入って寒い。寒い、うん、ああ寒い寒い。ああ寒い。さっきまでストーブつけてたら、もうすっかりもう灯油がなくなりましてちょうどいい具合に。本当にストーブつけたの？寒かったんですよ、えー、だからこういうなんだか知らないけど、うん、ちゃんちゃんこみたいな。これね、どうですか、これかっこいいでしょ。これかっこいい。ワークマンで買ってきた。安いですよね、ワークマン。これもう何年も着てるよ。もういいじゃないですか。洒落てますね今日は。どうしました？どうもしない。汚れちゃった。サボっちゃったってことですか。いや、今日はね、うん、何やったかっていうとね、はい、またフェイスブック載っけるけど、うん、あの畑の人参割ってるとこ、その周辺、うん、草刈りやったの。精が出ますね。出る。やらないとね、うん、何もできなくて終わっちゃうでしょ。そうですか。だからやんなきゃいけないんだよってこと。なんかそれうるさいね、ちょっと預かってきます。それやれっつったのは、あ、ね、ゴロちゃんだよ。ゴロちゃんですね、うん、ゴロちゃん言ったの、うん、いいです、いいですよ、うん、なんか、あ、うん、これさ、はい、ちょっと話題が切られた時プー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 ってやらない。話題作り、話題切れた時ね、これチーンってやって健康ドカンってやろうかな。ピーンってやったらパーってやったらどう。いいじゃないですか。その時持ってくださいよ。ずっと持ってると、はい、持ってたのに、持ちっぱなしになりそうだから。鳴らしたくなるからさ。うん、練習しててください。はい、練習。タイミングはね。タイミングね。やたら鳴らしてまずいわけね。うん、そう。やたら鳴らすとね、うん、うるさいだけなんでね、はい。5月の2日ということでね。2日ね。もう、あの、1年の約半分が近づこうとしてますね。ね。明日、お茶借り行くん。実家の。お茶を借る。そういうこともやってるんですか。やらないとね。お茶借り、久しぶりにやるよ。僕ね、お茶借りやったことありますよ。茶借り機で。茶借り機こうってやるんでしょ、うん、そうそうそう。下2人前でね。あれね、やらしてやるとか言われて、で、やらしてくれるんだと思ったら、どうもね、手伝わされたのね。そそのかされて。あれ、大変だよ、あれは。大変でね、あの、うん、お茶のさ、モノレールみたいになるじゃないですか、トロッコ。あります、あります、ね。あれ乗って上の方まで行ってさ、うん、ガーってやってさ、うん、手伝ってさ、そしたらあの花粉症でさ、もうやるんじゃなかったみたいな感じになりましたね。花粉どこへ行ったの。もう山行っちゃダメです僕は。花粉症なんで。な、焼津の山行ったの。あれは菊川だったかな。ああ、うん、杉の木あるじゃん、あの辺は、うん、ありますね。杉の木とかさ、もう、うん、僕農業は多分合わないです、体が。
ね、体が、うん、体が合わない。農業やんにいい体してるじゃない。全然なんでまあまあ謙遜して農業には合わないです。合わないの、うん、合わない。何やっても合わないです。合わないんだ、はい、じゃあ何が一番合うわけ。寝てることと温泉入ることぐらいかな。温泉ね。そういえば俺温泉入ってないよ最近。入ってくださいよ。どこの温泉が一番いいの。それ焼津の温泉。黒潮温泉、うん、あ、泉質いいっていう評判です。あ、そうなの。評判もいいですよ。あの足湯だったら無料なんで。あ、無料なの、うん、夕方4時まで入れますんで足湯、うん、もう今あれですよ、もうあのコロナの解禁されたんで。じゃあコロナ行っちゃったからバイ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 ってこんな感じ。うるさいですか。そこ置いてください。もううるさい言ってる人いないよ。うるさい人、うん、いいですいいです。こっちの方がうるさくない。うん、言ってる人いない。健康はいドカーン、はい、ね、ギャラリーがいないとね。いないね。はい。なんかコメント来てるの。来てない。今何作ってるんでしたっけ。今ね、はい、今畑で皮出してるのは人参と人参、じゃがいもと、じゃがいも。ただ試しに作ってるのが、はい、そら豆。そら豆。そら豆。そら豆ね、いいじゃないですか。そら豆、ま、豆好きですよ僕。今日も豆食べました。豆が鞘の中に入るかどうかが、あ、これが疑問。今日は納豆食べましたから。ええ、毎日食べてますんでね。体調子いい。まあいつも調子いいですけどね。あ、本当。はい。じゃあ今日はなんか頭の回転すごいね。めちゃめちゃいつも回転はいいですよ。何時に回転するの。その、あ、もうあれ7時にはちゃんと起きてますね。すごいすごい。うん、お、回してください。なんかこの辺が痛いんですけど。生化病だよ。うん、多分だと思います。あ、今日エアロビクスやるの忘れてた。それだから痛いんだ。痛いんだ、うん、エアロビ毎日やってるんだけど今日まだやってなかった。あっという間に5時になっててね。あ、うん、やばい。もうちょっと早く気がつけばよかった。困ったもんだ。本当だよ、うん、なんか知らんけどさ、うん、なんだか知らないけど漫才みたいになってきちゃってね、うん、いつも漫才ですけど、ね、漫才だね。あ、そうだ、もうこの後なんですか。そうだ、違う違う、はい、5月のね、はい、もう言っちゃうと絶対来てもらえないと困るだけだか。じゃあ聞かないことにし、でも話しちゃおうかなと。聞かなかったことにしていいですか、ね、あのね、はい、新幹線の運転手やってた人がいるわけ。うん、自由に来てくださって構いません、はい、僕がそこに引っ込んでその人が ここに入るだけの話ですか。そういう話したらいいよ出るよと言ってくれた、うん、おめでとうございます。ありがとうございますね。文ちゃんもゲストを見つけてこれるようになりました。おかげさまでね、うん、うん、なかなかねいい仕事してますね。20日過ぎだね。20日過ぎですね、うん、今はちょっと忙しいみたい。20日過ぎたら忘れないようにして、うん、もう7月になっちゃいますね。プロモーションビデオ撮ったりとかやってるから。プロモーションですね、うん、プロモーションです、うん、プロモーションね。そうです、そうですね。なんか清水の FM でパーソナリティやってたみたい、うん、あ、そうですか、うん、うーん、そういう人結構来ますよ、うん、それでやったんだよ、うん、清水の FM 放送でパーソナリティやったよなんて、だからちょうど勉強するにいいなと思ってさ、うん、そうですか、はい、うん、なんか話が途切れたんで次の番組紹介しておきますか。次の番組忘れないうちに。ロバさんの。違います、山ちゃんです。山ちゃん、うん、来たの。来てないから困るんですよ。ゲストさんも山ちゃんも両方来てないんでね。ああ、うん、あれだけ早く来る人も来ないの。来ないんですよ。おかしいな。もう本当に連休中はね、そういうケースが毎年多いので、ね、別にドタキャンしてるわけじゃないでしょ。まあそうでしょうけど ね、うん、来るよ大丈夫だよ。連休中はねみんなね、うん、連休ボケしてますよね。連休ボケ、平和ボケじゃなくて連休ボケです。連休ボケ、うん、俺なんかもそう。ああそうだ、連休やりたいけどなかなか連休取れないんだよね。ね、あの休んで何するんですか。僕ね休むと何していいか分かんないんですよ、うん、うちの中でそわ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 してるんです。あ、そうなの。落ち着かないんだ。
落ち着かないからもうテレビ見るかネットフリックス見るかしかないんですけども、うん、見てるのが疲れちゃうんですよね。あの孫がいるでしょ、うん、僕には孫がいる。あ、まだいないか。あ、そうか。僕には孫はいません。いないの。息子はまだ結婚してないんでね。じゃあ、うん、どんどんこうねじまえてさ結婚しろ結婚しろ、うん、お前って何やってんだし。まだ二十歳になったばっかりですから、ついこの間。あ、そんなに若いの。若いんですよ今みんなね晩婚なんでね、うん、あ、晩婚ね、うん、晩婚、うん、あ、そっか、うん、今30でも結婚してない人多いと思います。しない人いるもんね、うん、50になってね、50になってね、少子高齢化に拍車がかかりますよ50になってさ、うん、結婚しました子供できました大変だね、はい、50から育てるんですか。じゃないの。じゃあ成人する頃にはもうおじいちゃんじゃないですか。うん、じじになってる。まあいっちゃうね、それは。ね。ね。でもそれはそれでいいんじゃないかな。おじいちゃんを誰が支えるんですかね。いや、会津テレビが支えるんだって。やめてくださいよ、もう。ああ、ってよりも。もう世の中ね、そういうことになっちゃってるもんで困るだよ。ねえ。と言ってもね。え？ねえ、しても本人次第だもんでしょうがない。うん、昨日僕ねスーパー行ってきたんですけどね、はい、まあよく行くスーパーが京林堂。京林堂、あれスーパーなの。うーん、薬屋さんですかね、うんうん、あの京林堂はあのなんていうんですかね、会員カードでポイントがつくじゃないですか、うん、それプラス楽天カードでポイントがついて、それと au ペイ QR コード決済、はい、ペイの利用者が少なくなったらって。そんなことはないと思いますけどね。なんかあのヤフーかなんかので見たよ。だんだん今まで無料だったのが有料になってきたからじゃないですか。なんかね、うん、でね、うん、あのそうシニア割っていうのがねなくなった。 5% 引きがあるですよ。ペイで、いや、あの京林堂。京林堂、うん、5% って大きくないですか。使ったことないからピンとこないけど。あら、そう、もったいないじゃないですか、うん、京林堂ね月に1回 5% 割引あるんですよ。ああ、そういうの使ってない。あんまりあれか、だってうちの周りに京林堂ないもん。あ、なるほどね京林堂ってねちょっと奥まったところにどこもありますよね、うん、なんだかね。藤枝はあの清里、うん、ああ清里ね、うん、でしょ。ああ、そうでしたね。清里にありました ね。ちょっと遠い、外れたとこですね、うん、公開だと遠いけど、あのバイパス沿いにね。あ、最近ね、うん、あの、なんていうんですか、値上げする前のステルス値上げっていうのをやってるんですよ、商品。知ってます？ステルス値上げって。今までの値段は上げないで、中身をキュッてこう、うん、あ、減らすということ、ね、こじんまりしてるステルス値上げっていうのをやってる。中身を小さく、あの中身をちょろっと小さくするっていうずるいやつですね。あ、いかにもこう安くなったようなそんな感じで。今コメントがなんか入ってますね。パラパラやめた方がいいって、うるさいって。やっぱりうるさいっていうのは当たり前じゃないですか誰やれしたのさ。でね、うん、ステルス値上げって言うんですよ。値段据え置きで中身を減らすっていうの、うんうんうん、もうそれに耐えきれなくなって中身を減らしてさらに値上げしてるっていうで実質的には値上げしてるんでしょ。で昨日うちの奥さんがねチョコレートを買おうとしてね、重さで値段同じで重さでどっちがいっぱい入ってるかなってことやるんですよ、うん、で重い方を買って値段一緒なの。値段一緒。一緒で、うん、一緒なんですよね、うん、で最近ケーキ屋さんもね、うん、あのちっちゃくなってるんですよね、ケーキがね。あ、それ入れる、あのね、であのよく100円寿司行くじゃん、うん、小さいんだよ値段は。なんかちっちゃいですよね。ちっちゃいちっちゃい、どんどんこうちっちゃくちっちゃくなってきますよね。スモールになってる。スモールね、うん、
だん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 一口でも余っちゃう感じのサイズになってきて、うんうん、ケーキ高いなと思ってたらサイズがちっちゃくなって、うん、土台の大きさがあるじゃないですか、うん、あるあれに普通はぴったり作りゃいいのにちょっとこう、ね、余裕があるみたいな感じのサイズになってきてますよね。みんな苦労してるんですよね、なんかね、うん、値段上げると売れなくなるし、そうでも小さいとどん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 小さくなってあれがどん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 小さくなって一口サイズのケーキで500円とかね、うん、いやーケーキも買えなくなるのかなとかね。昔さ100円ケーキってなかった、うん、知ってる何の100円ケーキ。100円ケーキ、どれもどれケーキ、100円ケーキね、うん、あったかもしれないです。あっただよ、うん、シャトレーゼも安かったんだけど最近シャトレーゼもなんか高いですよね、うん、上がってんだ、うん、でも値段が安いもんね、シャトレーゼ、うん、すっごい混んでますよね、うん、あんだけ人が来るんだったら工場で大量生産するんだったらもっと安くすればいいのにね。ねえ、うん、でもそれにも負けないぐらいその輸入物価が上がってると、うんね、そんな感じだと思う。1ドル130円になっちゃうとやっぱり輸入物価、あのスパゲッティのあの麺あれがだいぶ高くなったのを感じるんですよ、うん、結構うち買いだめしてたんだけど、なんかうちの奥さんが息子が自炊するようになったもんでね、あの下宿にこう送っちゃうもんで、何あの焼津で買って下宿に送るの、なんかね送料がもったいない、送料自体入れたら、うん、バカみたいだよね。向こうで買った方が、向こうで買った方がいいじゃんって俺は思ってたんだけど、うん、あの下宿先が高知県なんですよ。高知県ってね物価めっちゃ高いんです、なんか知らんけど。ガソリン代もこっちより20円リッター20円ぐらい高いんですよ。今じゃあレギュラーいくらぐらいしてんだろう。向こう行った時ね、今年の4月に178円ぐらいしてました。バカみたいでしょ。こっちで今160円前後じゃないですか。ガソリン高くなっちゃってさ。ガソリン高くなっちゃって。車が身近な乗り物じゃなくなってきたんだよ。高級車ですよね。ね。あの、文ちゃんの車はね。高級です。なんか知らんけどね。荷台にいっぱい乗せられるからね。いいよね。ねえ、うん。だからガソリンをね、うん、使わない生き方がいいね。うん、まあ、いいと思うんですけどね。だからあのハイブリッドなんかいいと思うよ。あ、僕ねハイブリッドなんですよ。うち。あ、乗ってるの？うん、リッターね、あったかくなるとね、燃費がすごい良くなって、リッター27キロぐらいになる時あるんです、ね。走る？うん。今26.いくつなんだけど、寒くなるとね、燃費落ちるんですよね。それは何、どういうわけで？やっぱ電蓄電能力じゃないですか。あ、うん、できるだけねそのコストがかからないようにもう、うん、あのじーっとしてようかなと思うんですよ。でもじっとできないでしょ。将軍城うちにじーっとしてるんですよね。昨日もね出かけた先は一番近い京林道しか行ってなくて、うん、その前はすごい雨降ったじゃないですか。だとも外出なかったんですよ。ストレスたまんない。それでストレスはたまらないですね。たまらない、うん、イライラしてこない。イライラもしてこないです。コアラみたいな性格なんでね。じーっとしてます。じーっとしてるもんでね、うん、お腹も減らないし、減らない、うん、体力も使わない。でもたまには体力使わないといけないかなって言って、あのエアロビを2回やるとかね、うんうん、いろいろ工夫はしてます、うん、あ、次の番組の方がねなんか同じようなちゃんちゃんこ着てねやってきましたね。2人ともこうちゃんちゃんこ着てますけどねそろそろねご老人の仲間入りしてきたみたいですね。山ちゃんもね、山ちゃんが来たからちょっとコールしてきますか。健康ドカーンね、山ちゃんが来てくれたからね、もう出血大サービスで、イエーイイエーイ、ね、出血大サービスで、
健康ドカンをぶちかましましたけどもね、これで、次の番組をそろそろもっともっと時間次の番組そろそろね、はい、紹介しておきましょう。次の番組は、次の番組のタイトルは山ちゃんの結婚しましたって番組ですね。あ、結婚願望じゃなかった。そう、一応量子力学で、うん、前もってね、結婚した体でなんか、量子力学が流行ってるみたいですよ、今。あ、そうなの、量子力学、うん、量子力学知ってます？わかんない。あ、出してくれていいよ、量子力学。お金出してくれていい。量子力学は何かというと、はい、ね、うん、物質をね、どん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 小さくすると何になるか知ってます？説明して。原子核になるじゃないですか。ね、原子核って何と何と何でできてるか知ってます？全然ごめん、全然わかんないですよね。うん、うん、わかるの？よくわかりません。はい、そういうことです。山ちゃん知ってんじゃないの？山ちゃんは多分ね、うん、知ってても忘れたと思います。うん、本当に？今勉強中です。勉強中。じゃあ、うん、ここで発表するのはいつもと？あまりね、いい加減なことをね言っちゃうとね、うん、法律に触れますんでね。あ、本当？うん、聞かない方がいいんですよ。ね、山ちゃんね、お前さから今日来てくれたんでね。遠いとこからね。ね、ご苦労様です。遠いけど僕の住んでるところから見たらそんな遠くないんですよ。だってお前崎と八重洲の中間あたりに僕住んでるもんで。焼津市でしょ。 こっからだと倍だから遠いですよね。遠いよ俺。僕家まで車で30分かかるんですよ。で、家からお前崎まで30分かかるんですよ。だから1時間かけて山ちゃん来てくれてるんですよ。へ、ね、よく来るよね。そういうこと言っていいの？いや、よく来るよな。よくねえ、いや、やっぱり会津はそんだけ魅力のある街だってことです、うん、来たいから来るんだよ。知ってますよ、僕も来たいからここにいますよ。そうでしょ、うん、そんなもんじゃないですか。そんなもんです。文ちゃんだって静岡から来てるでしょ。そうだよ、静岡から結構遠いでしょ。ほらほら、お化けに出るぞ。静岡から40分ぐらいかかりません？かかんない。あ、かかんない、ごめんね。20分。そんなに近いの静岡って？静岡近いよ。だっていつもスピード違反だもん。それダメです、白状したら捕まりますよ。本当はね、うん、うん、やめといてもいいですよ。本当だよ、誰スピード違反するの？うん、文ちゃん。見た、うん、いつも見てます。本当に、うん、ところでそのサブタイトルの質問ちゃんと答えてあげてくださいよ。サブ何です？あの サブタイトルどこに？あのつあれですよ、あのしてきてくださいよ。サブタイトル5月の旬は何でしょうか。さっき話してたもんね。そうだね、もう忘れちゃった。忘れちゃったもんね。5月の旬はないって言ったら、ね、うちの畑にとっては旬はない。じゃあいいですよ、何でもいいです。中村さんの5月の旬は何でしょう。まあ、旬5月の旬、5月といえばお茶。僕は昨日はね、ナスも食べましたし、玉ねぎも食べました。夏野菜が出始めたでしょ。夏野菜っていうのは、まあ、冬瓜っていうのがね、夏野菜かもしれない。冬瓜は夏野菜なんの？秋？夏ってない？夏にできるイメージがありますけどね。俺、冬瓜なのに夏って覚えてない。うん。冬瓜俺。あとね、冬瓜好きなの？枝豆とか。うん、小さい頃ね、夏になるとおばあちゃんが冬瓜取ってくる、ね、何の味もないようなのがさ。いや、冬瓜のあんかけ、そぼろあんかけ、あれはうまいと思いますよ、うん、あ、そうなの。うん、この夏の暑い時になんでこんな熱いもん食わなきゃいけねえんだみたいな感じなんだけど、あれ冷やして食べればいいんだよね。でも、でも好きでしたね、うん、最近食べさせられちゃう。まあ、冬瓜のその漬物なんかもいいんじゃないですかね。冬瓜漬物なんの？なるでしょう、なんでも。あ、なるんだか。なります、ね。へ、ね、もう25分だからそろそろ、はい、あの
フィナーレですよ。時間切れです。ほらほら。時間切れです。なんかこう締めてくださいよ。時間切れです。今年こそ何かをやるとか、なんか言ってください。山崎さん、今年こそ何やりますか。なんで山崎さんに、なんで山崎さんに振るの。なんで山崎さんに振るの。振るの大好き。ごめんね。あれ今独身？独身。あれは独身ってことは、子供はいないってこと？そうです。なんだ今まで何してたの？ダメだよね。そうだよ。うん。どこ見てたの？独身だから子供作っちゃ悪いっていう法律はないんだ。作ったっていいんだよ。マルヒにしておけば。そうだよ。日本で探さないで全世界から探せばいいのにさ。ねえ。今チャンスはウクライナ。山崎さんみたいな人を好きだっていう人が絶対世界に一人ぐらいはいると思いますよ。ウクライナの人たちが日本に逃げてくるわけでしょ。ウクライナの人ってめっちゃくちゃ綺麗ですよ。だよ、そこから選べばいいよ、うん、なんでそこから選ばないといけないんですか。写真撮るの。写真を撮ってくれるだって。健康ドカーン、ワイ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 、ドカーン、ドカーンということで、はい、そろそろねお時間となりました。ちょうど時間となりました、ね。うん、山ちゃんの番組ゲストさんがねまだね遅れてるみたいだからね、ええ、もうほんと山ちゃん一人で喋らせてちょっといじり倒したい ね、 やろうね。じゃあいい考えだね。来週も健康ドカン見てください。楽しみに。はい、はい、健康ドカーン、はい、終わります。なんか最近なんか仕切るよ、ね、最近仕切るよ。どうしちゃったんだ。仕切ってるわけじゃないけどさ。えいつも仕切ってくださいよ。仕切ってないよ。え、仕切ってる。ゴロちゃんお願いします。はい、どうも。来るよ。なんかちょっと遅れるって言ってた。あ、連絡ありました。